試して死んでよ。この次はこうはいかんぞ。
ここから先には行かせぬ! Smith.
美しい女性の血はさぞかし私の体を潤してくれるだろうな。来ないで。何を恐れる。そなたは私に血を与えることで永久の命と美しさを手に入れることができるのだぞ。なあに簡単なことだ。そして私と共にこの世界に君臨しようではないか。鬼畜に落ちるぐらいなら私はこの手で自らの命を絶ちます。よかろう、うん、しかし何をもって鬼畜とするのか。私の存在そのものが鬼畜とするならば、それを欲しているこの世が、この時代の人間ども全てが鬼畜となるはずではないかね。私はこの世の希望法となるべきものであろう。そなたはそう思わん。伯爵様。なんだ。城内に癖者でございます。そうか、定めというものは楽しいものだな。どうやら邪魔が入ったようだ。それでは後ほどご機嫌うるわし。
ベルモンドの血に破れるのか。これも定めなのかもしれんな。オロビオ、ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力でよみがえるのではない。欲深な人間どもによってよみがえる。そして力によって統率し、力が唯一の正義となるのだ。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、歩んでいくのだ。決して邪悪なものであってはいけないのだ。だが現に私はここにいる。そなたには欲望というものがないのか。それは、そなたたち人間どもは欲望によって発展し、そして信仰により統率されてきたのだ。果たして私が邪悪なるものと呼べるのかな。しかし人間は力では統率できない。尊い、敬い、慈しむものがあればこそ統率できるものだ。邪悪なものはいつかは滅びる。そうか、そうかもしれんな。ベルモンドの子孫よ、また会おう。